今私はエジプトに滞在しておりまして、ピラミッドの目の前にあるね、マリオットホテルに今宿泊していて、この後チェックアウトするんですけど、前回の動画でね、まあ、最後に話したと思いますが、今から別の街にですね、まあ、エジプト国内なんですけども、移動しようと思っております。今回はエジプト航空を使って国内線なんですけど、シャルムエルシェイクというね街に、移動していきます。そちらはですね、エジプト国内で最も有名なリゾート地でございます。でそちらの方に、行ってみようかなということで、今回ね、カイロ市内にはちょっと滞在しないんですけど、ギザの町でね、ピラミッド見て、まあ、目的はピラミッド見たかっただけなんで、まあ、それで満足したというか、あとこちらのホテルも泊まれたんで、別の場所にちょっと、せっかく来てるんでね、移動していきます。飛行機なんですけど、今言った通り、エジプト航空、スターアライアンス加盟のね、航空会社なんですが、それで予約しておりまして、まあ、かなり本数があります。エジプト航空以外もね、エアカイロとか、あと LCC とかもあったりするんですが、今回せっかくなんでね、そうだ、9月の、半ばくらいだったかな、日本で東京成田空港からカイロ直行便エジプト航空ね、復活するということで、新規就航じゃなくて今まで飛んでたんですけど、それがね、運休が解除になって飛ぶということで注目されてるかなと思ったんで、エジプト航空でちょっとわざわざ移動してみようかなと思っております。でカイロ、シャルムエルシェイク、だいたいフライト時間1時間ぐらいで、料金もすごい安いです、国内線なんで。ただね、ちょっと時間帯によってすごい値段のばらつきがあって、ちょっと今日中に乗る飛行機だとね、なんか3万ぐらいしちゃうんですよね。ただ明日の、昼ぐらいの飛行機だと8000円ぐらいだったんで、そう、一泊空港でね、時間を潰してから行ってもそっちの方が安いので、今回そういう形で行こうと思っております。つまり今からですね、こちらのホテルをチェックアウトして、カイロ空港の横にあるね、ホテルを予約してありますので、そちらでちょっと整えまして、いろいろバタバタずっと動いてたんで、まあ、休憩があったらあと作業もしたいので、ゆっくりしてから翌朝カイロ空港にまた戻ってですね、まあ、歩いて行ける距離なんで戻って出発していくという感じで、到着の、シャルムエルシェイクまでですね、この動画でお届けしたいと思います。ウーバーの運転手が場所が分からなく迷走してると言ったら電話をしてくれてます。アラビア語全然分かんないからね、マジで優しいですね、助かります。運転がもうカオスすぎてやばい、ぶつかりそうすごいことになってますねエジプト人の運転はマジですごいわ。韓国結構やばいなといつも思ってるけど、それを超えてますね。ということで Uber で移動してきました。空港目の前のですね、マリオット系ルメリディアン、こちらを一泊で泊まって、明日翌日にエジプト航空に乗って移動したいと思います。ちょっと連続でマリオット系であれなんですけど、ここのホテル安かったです。ポイント&キャッシュで1万円ですね。7500ポイント使って1万円でした。現金で取ると2万5000円ぐらいするのかな。はい、かなり立派なホテルですね。それではチェックインします。めちゃくちゃ広いですね。空港ホテルとしてはかなりレベル高いと思います。こんな感じですね。で今ウェルカムドリンクもらいました。ということでチェックインの完了いたしました。スムーズですね。全員座ってやるタイプのチェックインです。はい、素晴らしいと思います。でなんかアップグレードしてくれたみたいなんですけど、ちょっとよく分かんなかったんで、とりあえず部屋に行こうと思います。このホテルはプールもジムもラウンジもあって、で朝食は無料で、1000ポイントボーナスでもらいました。で飯はまあ中のレストランでもいいし、 Uber とかなんとか頼んでもいいけど、とりあえずラウンジがあるんですいません、ただ飯ばっかで、はい、もうずっとただ飯ですね。そこかヨルダンから。めちゃくちゃ広いです。中にケーキ屋さんとかもある。最上階の部屋ですかね。めちゃ綺麗なエレベーターですね。今見たら5階がクラブラウンジがあるんだ。じゃあその部屋なんですね。あ、すごいいいじゃないですか。広いです。正面に見えてるのがラウンジのはずなんで、ラウンジに近い部屋ですね。やった。
おお、めちゃおしゃれ。すげえ高級感ありますね。ルメリディアンマジで好きです。531号室ということで部屋に入りました。こんな感じですね。まあ、ワンルームですね。スイートじゃないと思います。はい、まあ、全然十分ですけど、あ、でも広いですね。その辺の空港ホテルからよりかは全然素晴らしいと思います。はい、プールもありますね。入ってる人いますね。はい、デスクもあって、ソファーもあって、うん、素晴らしいです。ベッドもでかいで、なんか隣の部屋とくっつけることも多分できるんですね。で、はい、バスタブもありまして、アメニティも揃ってますね。水がやたらたくさんあります。トイレもこんな感じ。はい、説明はもう以上ですね。はい、コーヒーとかも全部ありますね。で、まあ、この動画を出す頃にはね、もうだいぶ月日が経ってると思うんですけど、ちょうどね、今この旅行中ね、ずっと遺跡ばっか行ってるんですよね。エルサレムもそうじゃないですか。で、パレスチナもまあ教会行ったりとかもまあそうでしたし、でその後ヨルダンのアンマンも街もそうだったし、あとはペトラ遺跡で、その後エジプトにカイロに飛んでピラミッドということで、ほぼね外をずっと歩いて撮影してたんですけど、もうだいぶね、もう日に焼けてるから分かると思うんだけど、だいぶね疲れておりまして、部屋でゆっくりする日っていうのね、まあ、ちょこちょこは作ってたんだけど、がっつり休憩する日は全然作ってなくて、動画の編集もね、もうほんと合間見つけてやってるぐらいなんで、今日はもう本当にホテルに閉じこもって、まあ、空港ホテルなんでね、はい、まあ、空港の中というかこのホテルの中で過ごして、飯食って明日元気になった状態で移動したいと思います。それではもう早速なんですが、クラブラウンジ行っちゃいましょう。すごいね、歩いても10秒ぐらいでラウンジです。こちらですね、クラブラウンジ。今アフターヌーンティータイムで甘い系が置いてありますね。後から食事類がこっちの部屋で多分出るんじゃないかな、違うかな。ラウンジの中はこんな感じですね。で、今軽食を持ってきましたけど、こんな感じですね。ドリンクがね、いっぱいいっぱいオーダー制なんですよね。それがちょっとめんどくさいなと思いました。毎回呼ばないといけないっていうのは嫌だなと思いましたが、あとなぜかねオレンジジュース頼んだんですけど紙コップで出てきましたね。他のオベージュの人たちみんなグラスで飲んでるんですけど、こういう時結構俺あるんですよ。なんか俺の時紙コップの時とかあるんですよね。これ差別されてるのかなってアジア人でって思ったりする時もたまにあるけど、多分勘違いっていうことを思っておきましょう。はい、大したことなさそうですね、ここのラウンジ。食べ物も少ないなと思ったし、コーヒーマシンとか、まあアルコールはエジプトだからないにしても、ジュースのバーとかもなんもないですね。これがカクテルタイムの食事ですね。すごい。まあでもそんな数はないけど、甘いものばっかですね。なんだかんだですね、結構食べるものがどんどん運ばれてきまして、立派なビュッフェコーナーが出来上がってました。ずっと今作業やってたんですけど、はい、でフライドチキンとか野菜もあるし、この辺も揚げ物ですね。ハンバーグとか、はい、うまそうなケーキもパンもありました。はい、まあ、食事代浮きますねこれで。はい、これも食べたら部屋に戻ろうと思います。今プールを見に来ました。結構入ってる人いるんですね。プールサイドにはスポーツバーがあったり、奥にはね中華レストランもありました。マジで食べようかと思ったけど我慢します。ということで、あれからだいぶ時間が経ちまして、ずっと部屋に引きこもってですね、動画編集などなどしてました。もうそろそろ寝ようかなと思うんですが、明日ですね、乗るエジプト航空は第3ターミナル、国際線のエリアなんですね。国内線なんですけど、国際線のところから出てるんでしょうか、ちょっと調べてないですけど、はい、シャルムエルシェイク、行ってみたい場所だったんで、すごい楽しみですね。あと初めてエジプト航空乗るので、とりあえずもう今日は、明日に備えて寝ようと思います。またね、朝食もこのホテルありますんで食べて、ちょっと休憩してから空港に行く流れでお届けしたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。朝飯行きます。それではこちらが朝食会場です。
ビーガンレストラン、あ、違うか。うわ、めっちゃ広いっすね。朝食はこんな感じ。あ、いっぱいありますね。個人的にはこの飲むヨーグルトがあるとポイントが高いですあとはエッグコーナーもあるし広いです。パンの種類もめちゃありますね。こっちもパンですね。あとこれがすごいわ。この蜂蜜があるところは結構いいホテルだってイメージが勝手にあります。これ多分すごい高いですからね。それでこんな感じで持ってきました。野菜多めですね。たくさん種類があっていいです。で、卵料理はサニーサイドアップにしました。パンもこんな感じです。すいません、テンション低くてめちゃくちゃ眠いですサクッと食べて部屋に戻って準備しようと思います。エジプトはコーヒーがうまいですね。なんかそんな気がしますね。うん、なんか薄くない、日本と同じような濃い感じで美味しい。日本を出て2週間以上経ってるんですけど、まあ、最初の1週間目とか最初の5日間か6日間、それぐらいはイスラエルだったんで、朝ごはんとかね食べれなくて、高すぎてね、あのイスラエルが物価が高すぎてご飯食べれなかったで動画で結構何度も言ってたと思うんだけど、それ以降はね毎日ね、あのマリオット系のホテルに大体泊まってて、まあ高くはないんだけど、あの2人で泊まったり安いホテルを選んでるんだけど、毎日ね朝ごはんビュッフェを食べてるのと、なんかまたなんか太るなっていう怖さがありますね。美味しいんですけどね。でも1週間ねホテルの朝ごはん毎日バイキング、これはこれでちょっと贅沢なあれですけど飽きますよね。そろそろねこの日本食とか中華とか食べたいですね。なんか今めっちゃ食べたいわ。パンと、だいたいパンと卵と、まあ、野菜揚げ物みたいな感じなんで、いやこんなところにジャパンエアラインズ、就航はしてないですけどね。ということでチェックアウト完了いたしました。でこのままですね、このホテルから直結してるんで空港に、はい、あの第3ターミナルの方にですねエジプト航空のチェックインカウンターがある、移動していこうと思います。これは楽ちんですね。そのままターミナルに行けるなんていいです。まあ空港ホテルはこんなもんか。あの暑くないのと、ヘイタクシーおじさんたちに絡まれないんでいいですね。ということでカイロ国際空港第3ターミナルに到着しました。こちらが多分エジプト航空のメインのターミナルだと思うんですけどね、ドメスティックとインターナショナルが混在してますね。同じ一つの中に混ざってます。こちらがエジプト航空のチケットセンターか、チェックインじゃないですね。どこなんだろう。あ、見てみると全部もうエジプト航空ですね。先に保安検査をして中に入ってからチェックインカウンターがあるパターンですね。これ多分中東アフリカあるあるだと思います。お店はだからこの辺には全然ないですね。上にバーガーキングがあるぐらいで、こちらのドメスティックフライトのゲートの方に入って保安検査を受けてチェックインカウンターだと思います。隣がインターナショナルですね。はい、じゃあそれでは入っていきましょう。保安検査抜けました。ゴールドトラックあります。ということでチェックインの完了しました。まあ、特に質問もないですよね、国内線なんで。はい、チケットもちゃんと厚紙ですし、プライオリティタグもつけてくれました。航空券の方にも NHG、印字されてるんで、よかったよかった。これ意外に忘れられるときあるんですけどね。うん、で今回はねエジプト航空の、ホームページから直接買いまして、航空券の値段がね8600円ぐらいですね。うん、あの冒頭も言ったかもしれないですけど、日にちと時間変えるだけで3万とかするんですけど、今日このフライトだと8600円で、はい、行けます。なのでワンクッション置いて休憩してから、あの前乗りしてですね空港であの過ごしてたわけですけど、とりあえずもうやることなくなりましたんで、もう戻れないんですよね外にはね。
このエリアの国々の、ね、空港セキュリティはね、まあ、結構やること多いですね。ちょっと進むごとにあのチケットとパスポートの確認、外国人だから特にですけど、まあ、特に何も言われないんですけどね、あの見せろ見せろっていう風に。もう今3回目ぐらいですね。一応これを見るとスターアライアンスゴールドのラウンジがあるみたいなんですけど、プライオリティパスで使えるラウンジもあるってさっき調べたら出たんですけどね。どっち行こうかな。とりあえずエジプト航空系のスターラウンジ行ってみましょうか。あ、でも売店もあるしお土産屋さんとかもありますね。国内線の方何もないわけじゃないですね。台湾とか韓国だと何もないって感じするけど、入ってしまってもだいぶ、ね、時間潰すことができそう。こちらラウンジですね。一瞬ここかと思ったけどちゃんと中ありましたか。はい、あ、 ANA っても書いてある。ラウンジはこんな感じです。国内線でも食べ物ありますね。まあ、先ほど朝ごはん食べたばっかなんでちょっと食べないですけど、甘い系のパンがずっしり、サンドイッチ、はい、コーヒーもありますね。あ、嬉しいな。ジュース類もお水もあります。ということで今コーヒーを持ってきてくれました。で、まあ、何もないと絵にならないなと思ったんで今パン持ってきました。いや、でも今お客さん自分だけになっちゃいまして貸し切りですね誰もいない。まあ広さは全然ないけどトイレもあるし Wi-Fi あるし飲み物あるし十分ですね。国内線でこんだけあればいいんじゃないでしょうか。お客さんほとんどいないってことはあれなんだね、ビジネスクラスの人とかスターラーゴールド持ってる人少ないんでしょうね。コーヒーがうまい。それでは間もなく時間なんでゲートの方に移動しようと思います。多分バスですね、うん、結構ね空港国内線でも広いですね。昔国際線で使ってたとかそんな感じなのかな。そんなにあの汚くはないですか。新しくはないけど。あとですね、今回私が乗る機材がエアバスの A220 ってやつなんですよね。昔1回だけ乗ったことあって、あのセントレアとプサン便の大韓航空であの乗ったことがあります。珍しい飛行機だと思います。日本で持ってる航空会社はいないはずです。すでにバスが止まってますね。なんか置き止めなんでしょうね。お客さんはまあそこそこいる感じですかね。まあ、飛行機ちっちゃいんで、あとこのシャルムエルシェイクに行く飛行機の便数は結構多いです。1日に多分10便ぐらいあると思いますね。こちらの便ですね、エジプト航空 MS190 便シャルムエルシェイク行きです。ボーディングタイムの11時15分になりました。間もなくですね。ということで今ゲートくぐってもうバスに乗っちゃいました。ちょっと遅れてますね。ということでエアバス A220 ですね。これがシャルムエルシェイク行きです。機体がちっちゃい割にエンジンがでかいっていうね特徴がありますので、ね、確かね座席の配列が 2列3席みたいなそんな感じの飛行機だったと思います。
ということで機内に入りました。エアバスの220-300 ですね。まあ狭くはないけど広くもないって感じですかね。拳1個半ぐらい、全席エコノミーですね。ビジネスクラスの座席はないですね。で座席はさっきも言った通り2列3列不思議な感じですよね。重量バランスとかどうなんだろうと思うんですけど、でエンジンが結構でかいんですよ。多分737とかエアバス320とかと同じぐらいのサイズっぽいですけどね、見た目的には。で到着が13時なんで本当1時間ぐらいのフライトになります。まあ、国内線の移動なんであっという間に着くでしょう。ただ機内サービスとかないでしょうね。まあ、料金も非常に安いですし、まあ、一応エジプトの中ではこのカイロ空港が最大空港なんで拠点なんですけど、シャルメールシェイクも一応国際空港ですね。国際線も飛んでます。あと座席には一応 USB もありますね。あとですね、隣のお客さんが日本語で話しかけてきまして、日本語うまいんですよ。で今聞いたらロシア人で、ロシアの大学で日本語を学んでて、で今バカンスでシャルメールシェイクに来てると言ってました。すごいですね。これ結構あるんですよね、隣の人が日本語喋れる外国人って人。すごいわ、めちゃくちゃいい人でした。في العاشرية وفرف طوكيو يرحبون بكم على متن طائرة إيرباص 220-300. كابتن شريف العاشرية and his crew members, it's a pleasure to welcome you aboard Egypt Air Airbus 220-300. أقام من أعلى تدلى منها أقنعة الأكسجين معدل الاستخدام. طريقة الاستعمال لإكسيت دال كانال أنف والفم. تنفس بطريقة طبيعية استمر.
はい、ということでシャルムエルシェイク到着しました。本当に砂漠のど真ん中にある空港ですね。Thank you. やばいやばい、めちゃくちゃ暑いわ。なんだこれ。過去一番暑いかも。すごいですよね、砂漠のど真ん中に空港って。降りてくときに見てましたけど、リゾートホテルばっかりですね。もうこれは期待できそうですね。たった今気づきましたけど、俺が乗ってきた飛行機何の塗装もついてない真っ白なやつですね。しかも SU スーって書いてある。塗装これだけなんだ。エジプト航空の塗装ではないじゃないですか。さっき気づかなかった。書いてありますね。ウェルカムトゥシャルムエルシェイク。噛んじゃった。ということで荷物一番最初に出てきました。さすがプライオリティタグ。ほとんどみんなもうステータスとか関係ないですよ。持ってないですよね、きっとね。ということで改めましてシャルムエルシェイク到着いたしました。エジプト最大のリゾート地でございます。今回ですね、エジプト航空初めてなんですけど乗ってみました。まあ国内線なんですけどね、最後にあの真っ白の塗装の飛行機っていうのに気づくぐらいあの私鈍感になったんですけども、はい、まあなかなか良かったです。普通にあの国内線の移動としては文句なしでございます。あとスターアライアンスゴールド持ってる人はね、特典受けることができてラウンジも入れましたし、うん、短いフライトでもあの水は出たんで良かったと思います。時間通りでしたね。ほぼ遅延なくあの到着することができました。すでにですね、裏にヘイタクシーおじさんがいっぱいいて、もうめちゃくちゃ絡まれるので今離れてるんですけど、まあ、でもここね、グラブとかウーバーとかカリームとか使えないっぽいんで、まあ、結局多分あの人たちに頼んで今からですねホテルに移動する感じです。その動画はですね、次回シャルムエルシェイク滞在編ということでお届けしたいと思います。一旦ここで今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは。